はい、フラットチャンネル始まりました。今日はですね、こちらはね、片山津インターの方からね、大正寺の方向かって走っておりますよ。トンネルを過ぎると大正寺の中心街の方に行くところですね。今ね、時刻はね11時半です。今日ね、大正寺でランチしようかなと思ってます。前回ね、ここまっすぐ行ったね、コンビニの裏手の食堂うどんそば荒川行きましたが、今日はこの信号左曲がりますよ。で、これまっすぐ行くとね、左側にね、八番ラーメンとか見えてくるとこですね。これ通過します。今日はね、結構街中の方で食べようかな、何食べようかなと思ってね、考えてたら、あー、焼肉屋あったな、昼やってるとこって思い出しまして、今向かっております。まあね、11時半今40分ぐらいなんですが、まあまあ一人なんでね、焼肉ゆっくり食べよう。で、ここね、一方通行の道、この信号右曲がったね、右側にあるんですよ、焼肉屋。実はねー、この右の方に焼肉喜福ってあるんですが、駐車場がね、ちょっととりあえずファミリーマート止めて、どこか見ていきましょう。焼肉肉丼喜福って看板なってますね。お昼はね、11時半からやっております。ファミリーマートのね、大正寺南町の斜め前、今とりあえずね、ファミリーマート車止めましたが、これね、駐車場のご案内ということで書いてありました。ここですね、ファミリーマートの真ん前の三角のとこ止めてくださいということです。で、シャッター前止めないでと、空いてない場合はファミリーマートに止めてくださいということで、このまま止めてもいいんですけど、一応空いてたのでずらしました。で、こっちの駐車場に止めて、そうするとね、この道まっすぐ行くと左側がお店になりますのでね、ファミリーマートからずらしましたが、いっぱいの時はファミリーマートに止めてくださいということです。それではね、中入りましょう。本日のおすすめ定食ありましたね。いわー、あ、はい、ここあ、大丈夫です。はい、質問決まりになりました。あ、わかりました。はい、メニューがね、結構いっぱいありますね。これお昼限定メニューってありました。焼肉とね、このフライもの、揚げ物系、とんかつ、アジフライ、エビフライ、ソース、牛カツ、チキンカツ、まあいろいろあるんですけど、今日は焼肉。はい、すみません、おすすめ定食って、はい、焼くやつですか、それとも、そうです、焼くやつ。ちなみに何ですか。今日はハラミ。あ、前に書いてあったやつ。あ、そうです。あ、じゃあそれで、おすすめ定食。はい、ご飯大盛りでお願いします。ご飯大盛り、はい、はい、以上で、以上で、はい、はい。メニューの中からお昼限定メニューのおすすめ定食というのにしました。本日のね、おすすめ定食、ハラミ、豚トロ、鶏もも、丼系もありますよ、おすすめの。そしてね、他にもね、いろんなメニューありました。チキンカツとかね、牛カツとかね、しかもね、ソースとか味噌とか、石焼きビビンバ、カルビ、豚バラ丼セットとかね、いろいろありますね。とんかつもありました。そしてね、グランドメニューの方も置いてあったので、こんな感じになっておりますよ。かなりね、メニューがね、豊富ですね。これ夜なんかもね、エビフライ、アジフライとか単品でありますもんね、これ。いい感じじゃないでしょうか。店内です。店内はね、入って右側がね、カウンター席でね、お一人様でも対応しております。そしてね、こちらはね、ボックス、この仕切られた感じのボックステーブル席ですね。で、奥の方がね、
ここ左側が個室になってまして、奥にもねこういう感じのお部屋がありましたよ。はい、ありがとうございます。わ、結構すごいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ハラミとトントロと鶏もも。はい、はい、ありがとうございます。とりあえずね、タレの段取りしましょうかね。タレの段取り、まずはねこの2種類あるんですが、手前のねこの味噌タレ、味噌のタレ、そしてねもう1種類醤油のタレですね。これは味噌と醤油2種類お皿にタレを出して、そしてねニンニクとねコチュジャンがあったので、味噌のタレの方にねこれでいきましょう。これで準備万端。なんせね焼肉の口になってますのでね、ハラミでね1種類ずつね、トントロとあとはね鶏もも、まずね3枚乗せましょう。3枚、1枚ずつね。これからいきましょう。焼ける間にねサラダの方ちょっとやっつけときますかね。先にね焼ける間にサラダを食べるというのがね焼肉定食お昼のね、もうこれはもう定番じゃないでしょうかね。そしてねもう火力がねいい感じ強いのでさっと焼けます。ガスいいですよねこれでね。片面、もう片面の間にわかめスープでねお口の中潤わして、もういいでしょうね。まずはねハラミをね醤油の方からいきましょう。醤油のタレからね。ね、これご飯とともに、なんかねこのハラミね柔らかくてね美味しいで、米が美味しいですね。美味しい、この米ツヤツヤしてます。これはねトントロです。これもね醤油で、まずとりあえず順番に醤油醤油醤油の3パターンでいきましょうよ。でご飯もね大中小のうちにね大盛り、同一料金で大盛りにしました。鶏ももね、これね持っただけでもなんとなく柔らかいっていうのは分かりますね。これ柔らかいで美味しい、あっさり、醤油はねあっさり食べれますね。これはなかなかこれでいいぞ。でねまたね1枚ずつ焼いてですね、今度はねもう一つのタレ1枚ずつやっていきましょうか。ハラミ、トントロ、鶏ももと、で焼けてる間にね漬物、きゅうりですね、これとご飯をちょっと食べてと。でそうこう言ってるうちに焼けたんじゃないでしょうか、もうね。で今度はねこのハラミをね味噌の方のタレね、こっちはねコチュジャンとニンニクもちょっと乗せております。これこってりでいいですね、この味噌のタレが。このね味噌のタレがね、まあ、味噌もそうなんですけどちょっとね甘めでね美味しい。どっちかというと味噌タレの方が好きかなね。えトントロも味噌でいきましょう。これ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 ね、味噌、米、うまい。
鶏もももね、とりあえずこれで、とりあえずね、すべて食べ比べました。美味しい。味噌の方が好きかな。でね、あとね、肉6枚あるんでね、ハラミ2枚、鶏もも2枚、豚トロ2枚、6枚ですね。もう今度全部いっぺんに乗せましょう。もうね、あとは好きなように、好きなように食べましょう。しかしね、この焼肉の画力ずっと見てられますね。これね、ハラミ、今度はね、真ん中鶏ももにしましたね。えこれね、これね、ね、ね、これね、食べたくなるでしょ、これ。焼肉の力ですよ、画力。火力と画力、すぐできました。で、今度ね、このハラミをね、そのまま、タレつけずに、オンザライス大作戦ですね。これもやっぱりね、一種類ずつやりましょうよ。ね。ほら。ほら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 、これ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 、鶏も取りました。でね、味噌だれ美味しかったので、これ直接ね、直味噌だれをここにこうやってかければ、もうこれはもう完璧でしょ。肉丼ですよ、肉丼、三種肉丼。こんなうまいもの食べたらね、そりゃ小さいお子さんもね、食べさせろって泣きますよね、これね。ね、うまい。でね、お肉ね、6枚焼いたんで3枚もうね、皿の上に乗せました、ここで。これをね、焦げすぎたらいけないのでね、今度は味噌だれね、お皿に残ってる味噌のタレ、これをたっぷりつけてですね、また味噌だれの焼肉肉丼にしますが、これタレね、残ってるタレも使います。ほら、第2弾はね、お肉のうまみもタレに染み込んでるんで、これはさらに間違いないんじゃないでしょうかね。これね、ね、だしょでしょ。うまい、これもう俺にも食わせろってもう言ってますよ。小さい子までびっくり。ご飯完食。そしてね、このわかめスープもね、わかめたっぷりでした。これでね、お口の中をぐっと、わかめスープも完食です。最後はね、お漬物きゅうりで今回は締めましょう。美味しかったです。なんかね、本当にね、気になってたので今日入ってみましたけど、焼肉肉丼喜福、お値段以上じゃないでしょうか。おすすめの焼肉、美味しかったです。満たされました。はい、すいません。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。ごちそうさまです。ありがとうございます。というわけで、今回は大聖寺南町にあります焼肉肉丼喜福でね、焼肉のおすすめのランチ食べました。ご飯も大盛り無料ですしね、お肉もね、本当に美味しくて、ご飯も美味しかったです。皆さんもね、ぜひぜひ行ってみてください。それではまたね、バイバーイ。